ケーニヒハイムはドイツビュルテンベルクシューマインタウバー群に属す町村。この町はタウバービショフスハイム南西のブレームバッハ川沿いに一致する。かつては独立した自治体であったブレーメン、ギシヒハイム、ピュルフリンゲンがケーニヒハイムに属す。ケーニヒハイムケーニヒハイムは1149年に初めて文献上に記録されている。1422年に 市場会再建を獲得した。1585年までは、ビュルツブルグ市協領に属したが、それ以降は、マインツ選定公領に移された。帝国代表者会議主要決議に基づく、世俗化により1803年にこの村は、来人間公領の所属となり、1806年に、ライン同盟により、バーデン大公領に移された。 対抗国でははじめベツイルクスワムとタウバー・ビショフスハイムに属した。このベツイルクスワムとは1938年に同盟の軍となった。1973年にこの軍は廃止され、ケーニー・ヒハイムは新設された、タウバー軍に編入された。この軍は翌年にマイン・タウバー軍と改名された。1938年11月の迫害運動の際に、 ユダヤ人組織が所有するシナゴーグは突撃隊により破壊された。礼拝の対象者はシュテルン広場において公開で焼却された。シナゴーグ跡であるミュンツガッセ2番地の建物にはこの事件を記念するプレートが掲げられている。1984年6月21日に激しい雨が降りブレームバッハ川が氾濫し深刻な被害をもたらした。雨は 昼頃に降り出し、わずか30分後には、ギシヒハイム湧水池に54立方メートル、S の勢いで流れ込んだ。流れ込む水量が100から120立方メートル、S に達した17時頃に洪水が起き、軍の防災警報機が作動した。ドイツ連邦軍、ドイツ人命救助協会、消防団、技術救助隊が投入された。 この洪水の被害額は3900万ユーロに及び、死者9名、負傷者30名、被害家屋130棟、さらには55頭の牛馬や700頭の豚も犠牲となった。ケーニヒハイム地区の住民の多くはカトリック信者である。ギシヒハイム地区やピュルフリンゲン地区の住民はほぼ完全にカトリック信者であるが、ブレーメン地区ではプロテスタントが優勢である。 ケイニヒハイム地区とギシヒハイム地区には、ユダヤ教組織もあった。ギシヒハイムの最後のユダヤ人は1927年に、現在も残る、ユダヤ人墓地に葬られた。ケイニヒハイムのユダヤ人住民の一部はナチス、独裁時代の初期まで見逃されていたが、やがて、バーデンの他の町のユダヤ人たちと共に初めは、グル収容所へ送られ、そこであるいはその後に連行された。 強制収容所で命を奪われた。ブレーメンブレーメンは1239年に初めて文献に記録されている。この集落は初めはボックスベルクに属していた。ローゼンベルク家やハッツフェルト博を経由してこの村は1730年にレイ,イコールベルトハイム博の所領となり、1806年までこの博領に所属した。 ライン同盟の成立に伴い、バーデン大公領に移された。ギシヒハイムギシヒハイムは1013年のアモールバッハ修道院の記録に初めて記録されている。しかし、ブレーメントギシヒハイムの境界付近にあるケルト時代の取りア跡は、この地域の定住が紀元前から行われていたことを示している。様々な領主に属した後、18世紀に、 ベッテンドルフ男爵家の所領となり、1806年にバーデン大公領となった。ピュルフリンゲンピュルフリンゲンは、788年には、すでに、ロルシュ文書に、最初の記録が見られる。この地区は、現在の町内で最も古い地区である。1050年頃から、ビルバースハイ向けがこの村を治めたが、その後ビュルツブルグ市教領となった。特筆すべきは、 この村のミニステリアーレであった、ハインリヒ一世、フォンビルバースハイムが、バンベルク司教となったことである。1287年から1597年まで、ピュルフリンゲンは、ベルトハイム伯領に属し、その後ビュルツブルグ司教領に戻された。世俗化により1803年にこの村は、ライ人間公領の所属となり、1806年に、バーデン大公領に移された。 バイカーシュ鉄店連邦道 B27 号線沿いにあるバイカーシュ鉄店は、ほとんどが農業を営む、人口50人の小集落である。集落の中心には、小さな礼拝堂があり、定期的に祭事が行われている。第二次世界大戦後の町長を列記する。 クルークは2016年9月25日の選挙で66.8%の票を獲得して町長に選出された。ケーニヒハイムの町議会は19議席からなる。ケーニヒハイムの紋章は赤字に金のポットである。これはケーニヒハイムの古名が関連ハイムであったことに由来する。ギシヒハイムの紋章は赤字に銀のリングが描かれている。 ケーニヒハイムの聖マルティン教会内部、ケーニヒハイムの中心に、バロック教会聖マルティン教会がある。この教会は、バルタザール・ノイマンの弟子のミハイル・アントン・ミュラーの設計に基づき1755年から1756年に建設された。ミュラーは、師匠であるノイマンのトリアーの聖パウリン教会の設計を参考に、 ファサードの造形や祭壇室の拡張を行い、特に主祭壇のチボリウムは特筆に値する。この教会は最近改修工事がなされた。この教会の壁には、ティルマン・リーメン・シュナイダーの作品であるオリーブ山の群像がある。ギシヒハイムには、バロック建築の上官と礼拝堂がある。また、集落のあちこちにやはり多くが、 バロック様式のキリスト十字画像が見られる。ギシヒハイムの墓地はバロック時代に囲い壁が作られた。ギシヒハイムにはイスラエル様式の墓地もある。ケーニヒハイムは約100ヘクタールの広さのブドウ畑を持つワイン製造の町である。1914年からケーニヒハイムはタウバービショフスハイムへの鉄道によって広域鉄道網に接続していた。しかし、 この路線は1968年に廃線となった。K2 ヒハイムには基礎家庭、本家庭学校であるキルヒベルクシューレがある。ギシヒハイムにも基礎家庭学校がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。